アッパーカナダは現在のカナダ、オンタリオ州にあったイギリスの植民地である。公式には1791年から1842年まで存在し、領域は大まかに現在の南オンタリオに一致した。アッパーという名前は井戸ではなく川の上流という意味から来ており、ロワー,ーカナダからはセントローレンス川の上流に位置した。今日の南オンタリオの地域が最初に、 ヨーロッパの支配下に入ったのは、ヌーベルフランスの一部としてだった。1763年のパリ条約で、フランスからイギリスへ活上され、1774年のケベック法で、ケベック植民地に組み込まれた。アッパーカナダは1790年に、イギリスの議会を通過した、植民地統治法によって1791年12月26日に、一つの生態となった。 この法は、ケベック植民地をアッパーカナダとローワーカナダに分けて、それぞれの統治のやり方を定めたものだった。この区分によって、アッパーカナダに住む、王統派アメリカ開拓者とイギリスからの移民は、イギリスの法律と機構に組み込まれ、フランス語話者の多いローワーカナダは、フランスの市民法とカトリックの信仰を続けることができた。植民地の統治は、副総督と行政委員会及び、 立法議会によって行われた。初代副総督はジョン・グレーブス・シムコうであった。1796年2月1日、アッパーカナダの首都はニューアークからヨークに移された。これはアメリカ合衆国からの攻撃に耐えやすいと判断したためであった。アッパーカナダの地方政府は地区が基本であった。1788年に4つの地区が置かれた。人口が増えるにつれて、 既存の地区の中から新しい地区が生まれた。1849年からは軍政が敷かれたのでこちらが主流になった。この時20の地区が存在したが新しく県ト地区を設立する立法は成立せずに終わる。1841年まで地区の役人は大抵その地元の出身者であったが副総督が任命した。地区の管理状況を監視し訴訟を扱うために 各地区には年4回指揮裁判所が設けられた。米英戦争の間、アッパーカナダは防御が弱くアメリカから移住者が多くいたためにアメリカの主要な目標になった。しかしアメリカ合衆国内の分裂、ピリッとしないアメリカの民兵、能力の落ちるアメリカ軍の指揮官、それにイギリス軍指揮官、アイザック・ブロックの素早く思い切りの良い行動によってアッパーカナダを来た。 アメリカ・イギリスの一部として守り続けた。イギリス軍は1812年8月6日にデトロイトを占領した。ミシガン準州はイギリス軍の支配下に置かれ、1813年にイギリス軍が放棄するまで続いた。アッパーカナダ領内で戦われた戦闘は次のようなものがあった。アメリカ領内のアッパーカナダ教会である北西部領土、ニューヨーク州北部び五大湖でも、 多くの戦いが行われた。1815年に批准された、頑丈薬で戦争が終わり、両国とも元の状態に戻すことで合意された。1800年以後、王党派によって、植民地が方向付けられ管理されていくことに疑問を投げかける反乱分子が、植民地にもイギリス本国の役人にも現れた。その指導者は、ロバート・ソープ、ジョセフ・ウィルコックス、ロバート・グレー及び極め付きは、 ウィリアム・ライアン・マッケンジーであった。彼らは、税金、土地に関する政策、イギリス性公開と、家族迷惑の特権、政府歳出予算及び報道の自由について体制に、ことごとく挑戦した。すべての市民は選挙権はなくとも発言の権利はある、ものと主張したが、党派は作らなかった。1831年に、王党派がマッケンジーを、議会から追放すると紛争が拡大した。 1837年、反乱分子の簡単な武装放棄は失敗した。政府はアメリカの影響を非難して、この国では不幸なことにアメリカ市民の定住があまりに多く認められ、奨励された。このために地域社会の中には不誠実な敵がいる。植民地の多くの地域で教師たちはアメリカ人である。これらの教師はイギリスのことを全く知らず、 生徒を教えるときにイギリスと植民地の関係が投げかける義務のどれ一つも教えられないとした。加藤政治的な家族名約を俊語する王党派は次のように説明した。旧神派、革命家あるいは、破壊分子はすべてアメリカの開拓者と土地の投機家で構成されており、古い階級の農夫で単純で無知な輩と毎年のようにアメリカやイギリスからやってくる冒険の都が、 それぞれの国の法律から逃れようとしている。初代ダーラム伯爵、ジョン・ラムトンによる責任ある政府の指示により、応答派の勢力をそぎ、徐々に大衆は行政の貧弱さ、不公平な土地と教育の政策及び請求な輸送需要に対する不適切な関心を拒絶していった。1840年代遅くまでに、ロバート・ボールド・ウィントレイラ・ホンテーヌによる責任ある。 政府が実現した土地はフランス統治時代から開拓され続け特にデトロイト川とセントローレンス川沿いは開拓されたしかしアメリカ独立戦争後の1784年に王党派逃亡者と軍事関係者によって土地の開拓が加速されたその結果1791年のアッパーカナダ設立以前に1763年宣言に従って 多くの土地が先住民族からイギリスに割譲されてきた。この土地はケベック政府によって調査され、特にセントローレンス川沿いの東オンタリオは西部軍区にローワーカナダでは東部軍区として調査された。初期の姿勢は地区の創設と共に始まった。特にウエスタン地区、イースタン地区、ゴア地区及びホーム地区で県庁であった。 アッパーカナダでは1793年7月9日に奴隷制度反対法が成立した。組織的な開拓地割りが決められたが、牧師保留地は別にされた。また1804年に設定されたエリーコ北岸のタルボット開拓地は例外とされた。この開拓地割は、米英戦争の後、セントローレンス川、オンタリオコ、エリーコの岸を越えて広がった。百二十八年、 イギリスはアッパーカナダの初代民局長官に A.G. ブキャナムを指名した。この肩書は当時の植民地における移民に関してイギリスの中央政府寄りの考え方を反映しており特に新しく到着する者の,の多くがイギリスから来ていたことによっていた。戦争を経験したイギリス軍の古参兵は無償で土地を提供され厳しい冬を耐えて定着した。戦争の前の期間とは異なり 移民はヨーロッパ、特にイギリスからであり、戦争前は退去してやってきたアメリカからではなかった。非常に安価な時には無償の土地が移民の気を引くための広告代わりに提供された。これは財政的に厳しい場合でも行われた。大西洋を渡る旅費も木材を運ぶ船の帰り便を利用することによって安価に抑えられた。1830年代初期人口は 毎年10%の率で増え続けた。1820年代には多くのドイツ語を話す目のないという移民がペンシルベニア州からアッパーカナダのグランドガー地区に移住し、やはりドイツ語を話すアーミッシュに加わった。彼らの子孫の多くは現在でもペンシルベニアドイツ語を話している。地下鉄道のルートを使って何千もの逃亡奴隷がアメリカからアッパーカナダへ入っていると見積もられている。 アッパーカナダは1840年の連合法で、生態としては消え、ローアーカナダと合併して、カナダ連合を形成した。これは、主として、アッパーカナダとローアーカナダで、それぞれ1837年と1837年から1838年に起こった反乱に対応するものだった。1867年のカナダ連邦が作られた時、 カナダ連合は再び元の協会で分けられ、オンタリオ州とケベック州となった。アッパーカナダという名前はいくつかの化石化した形で残されている。顕著なものは、アッパーカナダ法律協会、アッパーカナダ木材、アッパーカナダカレッジ、アッパーカナダモール及びアッパーカナダ醸造会社である。1796年、首都が初めてニューアークからトロントに移された時、 アッパーカナダの議会議事堂は、パーラメントストリートとフロントストリートの角にあった。この建物は、米英戦争の間に燃えてしまい、再建されたものも、事故で、再び消失した。この場所は結局放棄されて、議事堂は西に移された。2001年、元の議事堂の残骸が発見された。今日、開発するか、歴史的な場所を解明するか、保存主義者と歴史家の間で論争が、 繰り広げられている。現在は政府がその場所の大部分を沈貸している。ありがとうございます。